シボレー・シルバラード、シボレー・シルバラード、シェベレレイシルバラードは、アメリカの自動車メーカー、ゼネラルモーターズが、シボレーブランドで販売する、フルサイズピックアップトラックであり、従来のシボレイ C、K シリーズの後継にあたる。フルサイズピックアップトラックのフォード会シリーズに次いで、全米で年間売り上げ2位の自動車である。姉妹車として、GMC シェラがある。また、 フルサイズ SUV のシボレータホ、シボレーサバーバン、GMC ユーコン、キャデラックエスカレード、ハマー H2、そしてフルサイズピックアップトラック型で、アメリカでは、スポーツユーティリティトラック、ストと呼ばれるタイプのシボレーアバランチは、シルバラードと車体を共用している。シボレーシルバラードは1999年で、モデルで登場したが、 姉妹車の GMC シエラは1世代前の1988年に登場した。初代 GMC シエラについては、シボレー CK4 代目を参照。CK シリーズの後継として登場。デザインは CK シリーズを強く受け継いだものだったが、ボディは丸みを帯びた。CK と同様に、シェベレレイと後ろに大きく描かれたデザインの仕様も多い。 プラットフォームは GMT800 系が採用されている。2001年モデルでフォードのスーパーデューティーに対抗するため、さらに大型化させたヘビーデューティーシリーズを導入。後輪が左右二輪ずつ、ある3500シリーズや8.1リットルエンジンを搭載したものもあった。2002年モデルでフェースリフトし、シルバラードはより攻撃的なフロントマスクになった。 そして2台目が導入された後も、クラシックシリーズとして、しばらく生産が継続された。2002年モデルからクワドラステアが、オプションで設定された。これはデルファイが開発した四輪操作機構であり、トラックの回転半径を大幅に減らし、牽引時の車線変更を改善した。しかし、この高価なオプションの販売は低迷したため、GM は2005年以降クワドラステアを、 全ラインアップから落とした。同時期に販売されたフォードカス -150SVT ライトニングやダチラム SRT-10 に対抗するために SST コンセプトを発表した。6.6リットルエンジンをベースにチューニングを施したものが搭載され最高出力は 487PS を発揮。足回り、トランスミッションはコルベットのものが使われ、 車高調整機能付きのエアサスを装着している。2003年にこれと同時期に発表した SS コンセプトを2003年モデルとして発売した出力は 345HP に抑えられている。GMC は2001年シエラ C3 と名付けたシエラ1500の上級版を新たに登場させた。325HP を発揮する 6.0L 級。 4V8 エンジンを搭載したオー車で、その他上級装備が盛り込まれた。シエラ C3 は、翌年に、シエラデナリに改称されたが、クワドラステアが、標準装備された以外は、基本的には同一の仕様だった。2003年に登場した、シルバラード SS はシボレーによって作られた、高性能ピックアップトラックである。シルバラード1500をベースにドライブトレインや、 内外装のアップグレードが図られている。6.0リットルオフ V8 は最高出力 345HP5200rpm、最大トルク380ポンドフィート 4000rpm を発揮した。同エンジンは2代目キャデラックエスカレードでも使用されている。SS はデビュー当時はオードが標準であったが、後に RWD のみの構成に変更された。 シルバラード SS はまた、Z60 パフォーマンスサスペンションと20インチクロームホイールを装着している。This is our トラックのキャッチフレーズで登場。最近のアメリカ車の特徴に倣って、再び C、K 時代のような角張ったスタイルに戻った。ライバルと比較して燃費が良いことを歌っていた。プラットフォームは GMT900K が採用されている。インパネは、 従来のイメージに近いピュアピックアップインテリアに加え、上級グレードには SUV の他ホと共通の乗用車ライクなインパネが与えられている。2007年に北米カーオブザイヤーのトラック部門を受賞。2008年8月には長年1位を保ち続けてきた報道会シリーズを抜いて全米販売台数1位に躍り出た。ガソリン価格が下落していることに加え、 GM が購入者に対し多額の奨励金を出しているのがこう、そうした。しかし、2009年にはフルモデルチェンジした回シリーズに再び抜き返されている。2008年には GM の SUV ですでに採用されている2モードハイブリッドシステムを搭載したモデルが2009年モデルとして販売開始された。これは世界初のハイブリッドフルサイズピックアップトラックと なっており、現在フルサイズピックアップとしては最も燃費が良い。2007年モデルのシエラデナリは、他のデナリモデルと同様に共通のビレットグリルを備え、また7年モデルの SUV と共通のダッシュボードに改められた。当初0.5トンピックアップのみが用意され、403HP の出力と417ポンドフィートのトルクを、 発揮する6.2リットルエンジンに6速トランスミッションを組み合わせられた。オードもオプションで用意され、0から60メートル PH を6.3秒で走る。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。